宝塚歌劇団は15日、月組トップ娘役の真木麗華が退団することを発表した。11月18日の東京宝塚歌劇場公演、エリザベート愛と死ぬリンブマイナスの千秋楽が最後となる。愛希は2009年初舞台。当初は男役だったが、11年に娘役に転向。12年に竜、正樹の相手役とトップ娘役に就任した。歌、ダンス、芝居と三拍子揃ったスケールの大きな娘役として活躍。グランドホテル、17年で演出した世界的な演出家、トミー・チューン氏からも高く評価され、言葉の壁がなければ、ブロードウェイにも立てると、太鼓判を押されたほど。そんな愛希にふさわしく、娘役としては、異例のバウホール主演公演、愛聖女、サント・ダムール、7月1日から7日も決定。ムーン、1年以来となる。